中日はあれですか、中日って寝坊でいくらですか、罰金寝坊でいくら、遅刻40万円です。あ、40万円、そんなですか。あれね、僕がいくでも若い頃ですよ。もう今はどうかわかんないですけど、現役の頃は40万円です。そうですか。じゃあ中日の罰金制度が決まるのはさ、はい、星野監督のな、そうですね、もう言った瞬間に後ろでマネージャーが控えてるという、はい、ねえ、あの罰金制度パジャマ持ってこいだと思う、30万だよ、はい、僕あの星野監督の最高額、おそらく最高額であろうっていうのを聞いたことがありまして、大事な大事なジャイアンツとのその時首位攻防だったんですね、はい、東京ドームでしたかね、あの時ね。で、一塁ランナー増田大輔選手がいまして、でヒットエンドラン出たんですね、はい、で次のバッターが一塁ぐらいライト前打ったのに二塁で止まっちゃったんですよ。俺は星野監督も激怒ですよ、はい、で後ろからマネージャーが、監督罰金ですか、罰金やもう怒ってるから、いくらですかその勢いで、100万やって言っちゃったんですよ。ああ、知ってますよね、100万事件、まあ、天井は100万でも、ただそれで何か活躍するとその100万が返ってくるんですよ。逆に戻してくれるっていう、監督賞で戻ってくるんですけど、結局まあそこで取った、でもすぐそのまたチャンスをくれて、はい、その取り返しチャンスはくれる、その辺がやっぱ上手ですね、はい、さすが投手、はい、まあだけどプレーで捉えてもいいじゃん、はい、もうプレーじゃなくてもうヒコロさんとか大砲さんとか100万100万あるもんね。そうですね、あるんですかヒコロ大砲100万100万プレーじゃないと思ったんだけどな、あれ、うん、ヒコさんは起きてこなかったです。そう前の日ちょっと飲みに行っちゃって、ヒコロさんね、はい、もう普段から飲んでるもんね、はい、普段から飲んでるからもうめっちゃ飲むからもう先輩そうですか、大変ですよ。はあ、やっぱね昔は豪傑が多かったでしょうから、ね、中でもヒコロさんすごいと。お、土井君。